今日はね、ビッグビッグイベントです。これは雇用統計スリラーナイトライブ放送なんだけども、実はね、2ヶ月ぶりなんだよね。あ、3ヶ月ぶりで、5月、6月はナンシーヨーロッパの旅行ってて、ヨーロッパの旅の、はい、動画見てない方、ぜひ見てね、後で YouTube アップするんで。あ、もうアップしてる、後で。うん、まあ、とりあえず見て。で、今日はね、すごい、発表はあるんだけども、実はこれは BT オプション最終日になりそうです。うん。どういうことかっていうと、ちゃんちゃん。BT オプションですね、今までずっと、ずっとナンシーでカスタマーサポートもやってて、で、まあ、1年前、以上前か、1年半前に、カスタマーサポート部を辞めたんだけども、で、バイナリー、BT オプションは、もう終わるんだって、バイナリー、7月26日までっていうことで、口座にお金が入ってる人、問題ない、大丈夫、焦らなくていいよ、とりあえず出勤はできるからね。で、もし、でも今後 BT オプションでバイナリーはやめるけども、FX はやるんだって。もうやってるんだって、MT4 登場してね。だから FX に移し替えたいって方は移し替えることもできるから焦らなくてよしってことで、でもとりあえず今日は最終日なんだ、最終日。だから BT オプション使ってのバイナリー取引は最終日なんだ、雇用統計。やばくないなあ、やばいよな。いや、ちょっとなんか寂しいような気もするんだけども、カジさん寂しいな、寂しいよね。他のでバイナリーしないの？なんしね、今後の展開がね、ちょっとね、いろいろ考えてるんだけども、わかんない。ライブ、FX、まあ、バイナリーがいいんだよね、どうしてもライブ放送ってなると。だから、バイナリーはしたいのはしたいんだけども、やっぱね、こういう、なんていうの、BT オプション良かったところは、こうやってチャート、隣で、一緒の大体レートでこう取引できたから良かったんだけど、それがなくなるとなるとね、ブラウザー取引だけなの、取引はあんまりしたくないんだ。わかる？だからバイナリーやるかどうかちょっと微妙なところ。とりあえず説明に入りますね。なんしなんし、こんばんは、こんばんは。頑張れ、パソコン。頑張れ、パソコン。YouTube も見れてるかな？大丈夫かな？ YouTube も見てみよう。デクニーナさん、寂しいや、マジで。ありがとう。でも大丈夫。まあ、今後、ナンシーの展開、ちょっとまだね、じっくりね、よがりながら、瞑想しながらね、ちょっと考えてないから、まあ、ちょっと考えるわ、来週ぐらい。エペックスに移しといたら、マジで。早速、早いな、カズさん。ってことで、とりあえず、ナンシーとお別れか。いや、ナンシーとはお別れじゃない。大丈夫。ナンシーとはまだ、今後あるからさ。で、とりあえず、それはさておき、だから BT オプション、今日は最後っていうことで、で、今回の雇用統計スリラーナイト、雇用統計はなぜ、もう大きな日？ FX で言うと、もうどんな日なんだけども、なぜ大きいかっていうと、アメリカが失業率を発表する日なのね。それに加えて、なんか人が結構参加し始めるんだけども、で、その予想数値っていうのが、予想数値、数値が発表されるんだけども、その数値は何かというと、仕事、はい、探している人、仕事ないかなって探している人と、そしてもうすでに仕事ある人を割ってかける100%した U3 っていう数値が発表されます。で、この数値が、低ければ低いほど、失業率が下がっているってことで、アメリカの経済が良くなっている。要するに景気回りが良くなっているっていうことがわかるんだよね。で、逆にこの数値が上がれば上がるにつれて、あ、失業率が上がった、あ、仕事が減ったんだとか、仕事していない人が増えたんだっていうことで、ドルが売られる状態。だからドル円のチャートを見ていると、売られる、ドルが売られるってことで下がっていくようなチャートが見れるっていうわけでもないんだよね。ここがポイントなんだけども、そんな簡単な相場じゃないっていうことで、でも大丈夫。まあ、後ほど、はい、発表後に入る取引方法、ナンシーが今までもう 96% だったから、ナンシーね、これね、ちょっと説明したいんだけども、あ、まあ、それはさておき、まあ、ちょっと後で説明するわ。とりあえず、失業率、毎回前回の数値と予想が発表されます。で、今回は 3.6% ということで、結構ね、3.5 とかそのあたりにあると、経済、アメリカ経済がなかなかいい感じっていうのがわかるのね。で、前回は 3.6 発表されました。6月の話ね。今日は2019年7月5日なんで、前回ね。で、
予想も 3.6、まあ、変わらずだろうなみたいな感じになってます、うん、でとりあえずそれは分かってるんだけども、はい、でみんなにちょっと質問したんだけど、ナンシーいつもあのツイッターフォローしていない方はツイッターフォローしてない方はぜひ下にリンク、また YouTube アップした時に、リンクあるのでそちらを見てください。で明日の雇用統計発表ドル円どうなると思うっていうのを昨日、はい、ツイッターにアップしたんだけども、ドル売りって思ってる方が投票が一番多かったです。はい、投票していただいた方ありがとうございます。はい、いただきました。ということでドル円売りっていう方向が若干ちょっと多かったんだけども、これね結構ね毎回みんな当たるんだ。だからみんなすごい、うん、なかなかやるね。うん、ってことでまあとりあえずそんな感じね。でであちょっと待って、とりあえずこれちょっと、あ、なんかおかしくなった。とりあえずなんかバグってるけど、20回トータル利益出して、21回取引してるうちに20回トータル利益出している手法っていうことでこれアップされてるんだけど、実はねこの数値ねちょっとおかしいと思う。でも1回しか負けてないっていうのは確かなんだ。で多分ね19回利益になって20回中とかじゃなかったかな。若干なんかちょっとおかしいから、またちょっと見直すわ。全部動画ちょっと大変なんだよね、見直すの、ごめんね。ってことでまあそれはさて大きい。でもとりあえず1回しか利益になってない日が、うん、ないの。だからすごいでしょ、すごいでしょ。で、とりあえずその手法っていうところをちょっと説明したいんだけども、これは発表後にしか取引しません。だから別にファンダメンタル全然わかんないとか、ニュース状況がわからんとか思ってても全然、あ、てかこれなんで挟んでるんだ、全然あの取引しても全然問題ないから、ルールは発表後に取引で、2番目に1時間足を確認して、でマイナス2シグマ、プラス2シグマ、そして3シグマも、一応追加してほしいんだけども、このボリバンタッチしたところで逆張りっていうことで頭打ち狙いをしていきます。で3分取引ナンシーは利用してます。3分ね。でそうそう。でまあ、全然私、今回チャンスがなくても全然いいんだ、待てるから、みたいな感じの人であれば、3シグマタッチするまで我慢しても OK だと思います。でも、ナンシーは我慢できないから、2シグマも3シグマも3分取引で入ります。で、あ、これ、ここまで OK みたいな感じの人は、ライクボタン、また YouTube アップした時にヒットしといてね。はい。ってことで、ちょっとここまで OK かな。これ、控える方は控えといてね、ちょっとコメント見ていく。カツさん、FX に移しといたんだ。素晴らしい。素晴らしい。ありがとう。ナンシーの放送見てバイナリー始めたんやで。マジで？マジでカツさん。うん、なんか嬉しいな。今後もよろしくお願いいたします。YouTube も放送されてるよ、太郎さん。マジで？あ、いい感じだね。今日は調子いいんだ。アリアスさん、こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。ニコ生、ナンシー、天才じゃん。OK。天才マジ。天才ってよく言う人いるな。マスターニンニン。こんばんは。FX 配信はするのですか？ FX はね、ちょっと今後、ちょっと考えてみます。もし、BT オプションの FX、ちょっと気になるなっていう方は、また下に、リンク、詳細に載っけとくんで、またブログアクセスして、ちょっと見てみてください。1時間足見て、ボリバン見て、タッチしたら3分を見て、エントリーするってこと？そうそう。だから、発表後、発表ね。9時30分に発表された後に、ボリバン2シグマ、プラス2にタッチしたら、売り入れる。で、3シグマタッチしたら、売り入れる。みたいな感じ。で、逆にマイナス2シグマタッチしたら、ハイに購入する。逆張りね。で、まあ、マイナス3シグマ来たら、ハイに逆張り購入する。みたいな感じ。そんな感じ。はい。で、次行きます。で、前回、ナンシー、ヨーロッパの旅に行ってた時に、2019年5月3日、はい、過去の、まあ、雇用統計を振り返るっていうことで、これ、生配信で、放送したんだけど、実際ナンシー、この時はいなかったんだけどね。でも、生配信でやったから、チャット機能がついてて、みんなのチャット見てたんだけど、どうなったんかなって思ったら、結構みんな勝ってるみたいなコメントいただいたんで、皆さんありがとうございます。だから、この月は、まあ、うまくいったんかなって思って、過去振り返りはやらなかったんだけども、そしたら、6月はどうだったんかなって思って、6月もナンシーちょっと旅行中だったんで、ライブ放送、雇用統計しなかったんだけども、それをちょっと今日覗いてみたのね。そしたら、これ、
まあ、NT4 でちょっと確認してみたんだ。ちょっと BT オプションの、チャートでは過去をここまで振り返ることができなかったんで、ちょっと見てみると、これ1時間足ドル円を表示させてて、だいたい、2シグマタッチ、このあたりだよね。だからここで、はい、購入している。で、ここでも3シグマタッチしたんで、はい、購入している。みたいな感じかなって思って、ちょっと詳細見に1分取引を表示させました。これかな。そしたらね、なんとなんと、利益になってないんだよね。見える？黄色のところで一旦2シグマで、このあたりかなっていうところ入りました。っていうことにしよう。3シグマでね。そしたら、ハイ購入してたらこれ負けてたんだよね。次に3シグマタッチしたところで、1時間足で。で、今、取引だと、多分この辺かなみたいな感じで赤印をつけてるんだけども、そこでハイ購入していると、これはなんか、何しは実際にその時雇用統計ライブ放送しなかったから、まあ、損失、になることはなかったんだけども、6月入ってた方は多分利益にならず終わってしまった方もいると思うのね。で、その場合、この場合はどうしようっていうことで、追加で考えたのが、ここ、逆に水平線を引いたとして、ね、ブルーのところ、水平線を引いたとして、ここあたりで、この水平線あたりで、まで戻ってくれば、利益になってたんだよね。で、ボカーンとこの後上がってるから、だいたいその区間、どれぐらいなんかなって思ったら、だいたい37分とか、それぐらいだったんだよね。だから追加で、ナンシーが、ルールつけたのが、1、2回目、で、利益にならない場合は、1分足チャートの3シグマタッチで、30分以上後に終わる取引でリトライ。うん。まあ、再挑戦してみるっていう形で。だから要するにこれ1分、ちょうど3シグマタッチしてるとこあるよね。その後、2シグマ、3シグマタッチして、再購入したのがダメだったっていう後に3シグマにまたタッチしたやつを、30分以上後に取引が決まるっていう、勝負が決まるっていうところで、もう再挑戦してみるっていうのが、ナンシーの新たなルール。これちょっと追加しようと思います。なので、今回、もし1、2回、まあ、1回目、2シグマタッチ、1回目、2シグマタッチ、2回目が3シグマタッチで、利益にならないっていう場合は、ナンシー一旦、1時間ぐらい後に、こう、利益、なるかっていう、確定されるね、オプションを選択して、そこで3シグマ、1分足を今度はチェックして3シグマでタッチしたところで、再購入をして、で、その利益になったかっていうのは、また、後ほど、YouTube、録画しとくんで、ずっと、録音し、もうナンシー食べなくちゃダメだからさ。とりあえず、この放送は、だいたい、まあ、9時40分ぐらいで終わると思うけども、でもその後どうなったかっていうのは、こういうふうな、これ、取引した場合はね、また後ほどアップするんで、見てくださいまし。ということで、今回 BT オプション、取引するときに、ボリンジャーバンド2つ追加するには、必ず FX のボタンを押して、ボリンジャーバンドで、2回クリックしてください、ボリンジャーバンド。そうすると、1つは2シグマ、で、もう1つは3シグマっていうのを、ディビエーションっていうところで選択できるので、なしは今回は、2シグマ、2、のやつは黄色。で、赤は3にしてます。OK? はい。で、それを選択したら OK ってクリックすると、ボリンジャーバンドが表示されます。ということで、では、ちょっと行こうか。そろそろ、行くべか。ちょっと読んでください。全部消してもあれやからな。よし。では、行きますか。あ、これ、見えへんね。どうやって消したいの？ああ、マジ。全部消さなあかんね。マジかよ。なんでやろ。とりあえず、あと5分後に発表が来るから、それまでには、ちょっと、あ、いけた。OK。で、今の残高236,620円っていうところでスタートします。で、今日はね、今までね、結構小さい額でやってたんだけども、もうね、これね、全額飛ぶつもりで、ちょっと、最初は、全額は飛ばんな。3万購入して、1回目ね。で、2回目は5万購入。ね、本当は、上限があって、BT オプション5万円までだから、
3回目行かなあかんってなったら、ちょっと2回ポポッと購入10万円分します。うん、もうね、全額行くつもりでやるわ、マジで。今回はもう最後やし。ではちょっとコメント見ていこう。1時間、ありがとうございます。あ、どういたします。自分、今までエントリータイミングとかも大きい足でしか入ってなかったので、他の足見るとか新鮮です。あ、マジで？あ、よかった。新鮮で。そうそう。結構ね、まあでも1時間足見るよ。1時間足見るけども、今スクイーズしてないからいい感じなんで、ちょっとやりやすいけど、これさ、下までタッチすることなさそうじゃない？こんな、マイナス2シグマとか。マイナス3シグマだからタイミングなかったりしてね、これやばいな。こっからドカーンと下がることなさそうじゃない？ダメなのこれ。わかりやすいな。全財産溶かして借金背負う前に出会いたかった。マジで。借金背負ってんの？どうにか抜けたいね、それは。こんなママが欲しい人生だったわ。こんな、もうこんなママ。何時？ママ？こんなママ？ちょっとね、今日ね、すごい、鋭いところ行くね。今日ね、すごいね、別のママを見てね、もう、彼とね、ちょっと、ママ的なことを喋ったよ、今日。こんなは、子供かわいそう、みたいな。うん、シュウさん、来てみた。あ、いらっしゃい。たまに英語でよろしくね。英語難しいな。sorry for interrupting you. I think you have more listeners that you use English sometimes. Ah, I think so too. That's why I started an English channel as well. そう。なんしね、英語のチャンネル、FX チャンネルをね、ちょっとね、スタートするためにちょっといろいろやってるんだね。実はと言って。まあ、とりあえず、それはさておき。うん。っていうことで、あと2分だね。2分。すげえな、あと2分だよ。やばくない？あと2分。あと2分。やばいな。あと2分。よし、みんなからの、もう、チャットは。見ないよ。これさ、でもちょっと待って、どうなってんの？はは。これもう2シグマタッチ状態になってるやん、今で。マジで。2シグマタッチ状態だな、これ。もう入っていい？ごめん、もう入っちゃうわ。これルール完全無視やんな、これ。ごめん、無理。ごめん、無理。酔っ払ってるとかじゃないけど、もうあまりにも西グマタッチ以上にも、なんていうの、これマイナス2シグマいかんやろ、これ。うーわ、いった。マジ。これ3シグマいったな。うーわ、待つべきやった。やってもうた。しかも発表された。一応30分だね。だから発表されたね、多分。とりあえずさ、やっぱナンシー真似たらさ、みんなルール通りやった。ナンシー我慢できんかったわ。とりあえず5万購入した。3、4、5まで。やっちまったな。ナンシー真似たらあかんわ、これ。Good accent. Thanks. Good accent 言われても。そりゃそうやろ。IKEA。あなたが、チャッチさんですね。わかります。どういうこと？ようわからん。また3シグマこれ、タッチした。どうなんの？もう、タッチしてるよな、今。とりあえず、あと1分半。これで利益になったら、もう今日はプラスで終われるけども、これで利益ならなかったら、もう残りは、今から30、まあ、9時10分、5分ぐらい終わるオプションを探して、そこで10万取引します。
残り1分やばいわやばいやばい残り1分え？あ、ニコ生自動配信延長してなかったっけ？いけ。ニコ生チームを置いていきぼりにしちゃったかも。やべ。まあいいや。あとで YouTube ってことで。5、4、3、2、1、イエーイ、リーキー。ああ、これもうあれだね、3シグマまで、まあどっちにしろ2シグマタッチしてでも利益なってなかったから、まあどっちにしろ3万円は利益ならずだったから。え、あ違うわ、さっきの3分だったんだ。うわ、間違えた。まだもう1個の5万購入は終わってなかったんだ。1、0、 OK、 イエーイ。いけた。なので今日はここで終わろうと思います。ここでね一丁入れても大丈夫だと思うんだけどね。分かった、ここは雇用統計ライブ放送関係なくちょっと一丁入れとくわ。とりあえずね、早速ワイン飲んでます。君の瞳に乾杯。なんし大阪戻ってきや、そうやな。せやな。せやな。せやな。そろそろ戻る。9月にちょっとね、一瞬戻るよ、大阪。うん、こんばんは。今日も綺麗ですね。マジで？ありがとう。なんか、あれ、セサミストリートに出てきそうな顔してない？わかる？なんし元気元気。ちょっとね、風邪ひいてて、ちょっと、うん、ちょっとマシになったかな。恋してんのか？恋はね、彼にずっと恋してる。そうそう。あのね、デイワンの話してて、みんな、知ってる？デイワンの考え。ジェフ・ベゾスがその話をしてるんだけど、デイワン。常に彼は会社の中で何するにしても、Day 1っていう考えのもとにやってるらしいんだけども、言ったら、その会社スタートして1日目の心を持って何事でもやるとすごいなんかうまくいくっていうことで、まあ関係でもそれ言えるよね。恋愛関係でも Day 1だと思ってさ、一番最初のときめきとか忘れずにいるっていうのはすごい大変だけども、それさえあればだん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 さ積み重ねでさ、なんかどっちが惚れたの？どっちも同時進行。いや本当にね、2017年5月3日に初めて出会ったんだけど、その初めて出会った時からナンシーはもう親に言ったもんね。多分もう将来の旦那に会ったみたいな。で彼も一緒のことを言ってて、親に、親からそれを聞いてさ、うん、日本風に言うと初心忘れでからずか。その通り、そう、忘れちゃいけんな。毎日チュッチュしてんのか。あのね、チューはね、あんまりせえ。結構ドライな感じの関係に、旗から見たら見えるかもしんないけど、なんかね、ネズミごっこをしたりとか、なんかごっこは多いかな。今日はなんかウサギ気分とか、なんかアニマル系？アニマル系？何かよくわかんない。なんかごっこ系が好き。なんかナンシー今、なんかネズミって呼ばれてるんだけど、かわいいネズミやなぁとかってこんな仕込みがやめてみたいな、ネズミじゃねえよみたいな、うん、君の口からブルーチーズの匂いがするぞとかって先言われた。失礼なっつったら、あ、多分こっから来てるっていう、今日買いに行ったからさ、ブルーチーズ当たり前だろうと思って。なんしブルーチーズ大好きです。まあとりあえずジムに行ってきてさ、足さ、前十字靭帯損傷したんだけどね、1年前に。ほんでその手術を2018年の6月28日に、多分29か28にしたんだけども、あのね、なんかね、調子悪いんだよね。だからちょっと怖いんだ。だからさ、ジム通いまくってるんだけど、そっちは
気温暑い、今日すごかったの、39度、え、昨日かそれ、39度まで上がって、で今日はなんか雨降り出してさ、結構ヘビーな、ヘビー雨ヘビー雨じゃなくてヘビーな雨、そうだよ、39度って、そう、もう最後のつもりで、んでまたどうなったかはまたみんなに後で後ほど発表する。どう、絶対落ちるやろこれ、どう考えても落ちんはずがないやん。3分トレッキーダメだったね。うわ、ここのゴマのやだ、マジで。ちょっと5分トレードで、マジかよ、もうこれ行くしかないやろ、やばい。雇用統計のルール通りに行ったら利益だ。で、今やってんのは気分トレードだから、みたいな。だから負けてんの。でも先月は確かに、見てみたけど、多分負けてたね。でも30分後の、その何、デートを見ると、あれで購入してても利益になってたから、だから今回は追加でルールをあれやったんだけど、もう。うん。でも、やっぱ気分トレードは良くないね。あ、5万円。あ、アウト。あ、全部アウト。あと残り43秒の気分トレードはどうなるか。残り1秒。あはい。いい見本になれたかな。とりあえず気分トレードはダメだったけども、とりあえず雇用統計の、何ルール通り行ったら利益になってたけど、気分トレードは良くないねっていうことで、ちゃんちゃんで終わっちゃう。でもまあ、いい締めになったわ。うん。ということで、また今後、何しちょっといろいろ考えてるんだけども、もし、うん、なんか、みんなからのリクエストとかあれば、今後こういう形でしてほしいとか、FX やってほしいとか、バイナリーやってほしいとか、なんかリクエストあったら、また入れてほしいな。てことでみんな、今日は見に来てくれてありがとう。また、まあ、雇用統計のルール、鉄板処方はやっぱ鉄板中の鉄板でしたっていうことで終わっちゃうんだけども、うん。また今回勝てたよとかいう方、負けたよっていう方でも、また、コメントくださいな。ってことで、はい。ではでは、また次回あれば、連絡ください。うん。みんな、いい週末を。もう終わりか。そうだね。おにぎりさん。また、うん。また戻ってくるよ。なんし、なんだかんや。うん。みんなリクエストがあれば。ってことでみんなありがとうね。今日も来てくれて。じゃあみんなまたね。バイバイ。